心配するな。私は私だ。おい、許しもなしに勝手なことをするな。これでもう引けは取らぬよ。スザク。スザク、飛べるか？ならば、行くぞ。そう騒ぐな。案ずるほどのことではなかろう。しっかりしろ、アホ。怨霊に引きずり込まれるまでもなく、床屋の住人となるつもりか。謝るくらいならば、己の体程度は自分で支えてみてはどうだ？
暴れるな、たわけ。ここを片付けるまで静かにしていろ。そうやって初めからおとなしくしていればよいものを。これで存分に戦えるというものだ。私を止めるつもりならば全力で来るといい。動くな。すぐに片付ける。目の前で落ちられたから俺が。うなるな。出ない。手が滑ってしまうやもしれんぞ。そうしておくことだ。己の身が可愛いのならな。それに嫌ではなかった。二度は言わん。黙っていろ。お前許しもなしに勝手なことをするな。そう言ったはずだがな。何を笑っている。おう、主を欺こうとはいい度胸をしているものだな。そのような言葉は笑いながら言うものではないと思うがな。これは強気が必要だろうな。お前のようなうつけ者には言葉などという高等なものよりも体で分からせた方が早かろう。とはいえどんな罰がふさわしいものか一度言っただけでは分からんのだからな。それ相応のものでなければ。あれなどどうだ。何、死にはせんよ。それとあちらの方が面白みがあるか。
何遠慮はいらんぞ。私直々に可愛がってやろう。存分にな。何か言ったか聞こえぬな。何か言ったか？そうだ。お前の言い分にも一理ある。これ以上暴れればヨモツオオカミの怒りを買うかもしれん。正真正銘黄泉を滑る女神、黄泉の王はそれに任命された狭間の守護者というところ。ああ、だが今は空位となってしまったな。では扉を開くとするか。しっかり捕まっていろ。どうだ、ドーマンにできて私にできぬはずがないと言っただろう。まったく注文の多い下僕たちだ。心配ない。扉は自身で閉じる。境目の怨霊たちも脱出ついでに掃除をしたから、しばらくは漏れ出るまい。